今日はですね、この作品が夏休みに公開されるということで、夏らしいご衣装で来ていただいたんです、皆様に。からだよ。見て見て。はい、今日夏休みだからね、みんなのためにね。ねじゃじゃん！おへそにひまわり詰めてきました。<laughs> うわ、えー！<laughs> 超綺麗なおへそ。素敵 <laughs> <laughs>。おへそ咲いてるよ。咲いてる。うん。うらっ。あ、しん<あ><あ>ちゃんのおへそには青春が。 かわいい、なんでうちらすぐおへそになんか咲かせちゃうのありがとうございいます夏らしいおへそもだだ <laughs> 続きまして天才ユーチューバーなのになぜかかす組でしんちゃんと自撮りするなど破天荒っぷりを見せてくれました本人役で出演のフワちゃん、ご挨拶お願いします。はーいフワちゃんも来たよーイエーイ,イ,エーイ んだから <laughs> もうほんとにねあの延期になっちゃってすごくあの最初はびっくりしちゃったんだけどほんとにようやく今日公開っていうことにもうほんとにねすごいネイルでこったてで指折り数えて待ってたんだからうれ、えー、<laughs> しいこの間ねあの映画館に映画を見に行ってその時にね初めてこのでっかいスクリーンでしんちゃんの映画の予告編が流れてたの、うん、もう私すごい興奮しちゃって映画館大騒ぎしちゃいけないのにふワちゃんが出てるってすごいでっかい声で言いそうになっちゃって。 <laughs> すっごい我慢したんだからもうすごいだからもうみんなも興奮したもやまらないと思うけどもで一生懸命我慢してあの心の中でいっぱい興奮していくあのしんちゃんの映画楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思いますみんなほらマスコミのみんなもさカメラを持ってるみんなも一席ずつこうやって開けてかわいいねいいじゃないだからすごい映画館安全なあのこうやってね一個の席も空いてたしすごい安全だからみんなであの楽しく映画館で楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思ってます今日はよろしくお願いします よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いてフワちゃんのお写真お願いします。どうじゃん。フワちゃん。どこどこ？どれだかわかる？どこどこ？これは真ん中で先生に引っ張られてるのがフワちゃん。すでにフワちゃんっぽい。 そうなか可愛、うん、い,いでしょ、これ、多分みんなで、なんでだろう、私すぐ、この先生はね、カズオって言うんだけど、<laughs> 私はもう、カズオが大好きですぐちょっかいかけてたの、カズオに。 今ね、私が大御所のみんなにタメ口聞いたりってするのは一番最初に私が年上の人にタメ口を聞いたのはカズオカズオがこの時にフワちゃんを許したから今こんなになっちゃいました原点そうなのカズオがフワちゃんの芸風の原点だよこの後可愛いでしょ可愛いですね時を経てまた先生にお会いしたとそうなんだよみんな感動の準備はいいええ。 こちらです。はい。ドン<ん>。は、カズオ。えー、カズオ変わってねー。<か> <laughs> カズオー。すごい可愛いでしょ。これは。れはれはどうしてはい。 そうなの、フワちゃんのその地元のみんなに恩返しをするっていう企画があってテレビでそれでもう真っ先にカズオを呼んでカズオ、中学生の頃はあはいっぱいあのお,お洋服引っ張っちゃったりとかしてあの <laughs> 頭撫でちゃったりとかしたけどあの今まであ,の <laughs> ありがとうございました大きくなってよっていうことで恩返しをしてあのカズオに高い高いステーキをおごったのね、えー、のだからテレビだからそのステーキをこうカメラの前で食べるんだけど、うん、カズオ、私より食レポうまくて <laughs> なんか嫌だった嫌 <laughs> だった。<laughs> お肉がとろける歯がいらないぐらいってすごい上手な食レポをしちゃっ <laughs> 本当にお上手そうなのカズは今でも仲良しです素敵な写真そうですねお二人ありがとうございました、えーはい